なんかね、モチベーションを引き出したりとか目標を作ったりとかってしてもらって、でそこに向かっての小さな一歩を作るとかっていう意味ではすごい楽ちんなパターンですから、でぜひまだこれを使ってコーチングしたことない人はクラスメート同士でもいいし、誰か協力してくれる人を見つけてやってください。もう一回どういうものだったか復習しますよ、今の会社に入ったきっかけはですよね、最初ね、やりましたね、今の会社に入ったきっかけは。で、当初ですね、最初入った時のプラス良かったなと思ったこと、マイナスちょっと嫌だなと思ったことなんですかですよね、はい。そして今度業務ですよね、自分がこれまで取り組んできた業務でこれ好きだったな、これ嫌いだったなとか、これはうまくできたな、これは苦手だったなっていうものを出してみましょうと、ね、で人間関係、この人好きだったな、この人嫌いだったな、この人間関係うまくいったな、いかなかったな、想像してください。こういうものを出していったら、なんかこれからどうしたいかのヒントが出てきそうじゃないですか。まあちょっと現状もそうですけど、で現在もこういうところうまくいってる、ここはいい、ここは嫌だ、ありますね。でそういうものを出したらヒントがいっぱいあるから、これ使ってじゃあどうなればいい、いきなりですよ、あなた会社どうなったらいいですかとか、今の仕事どうなったらいいですかって聞かれても、うーんってこうなるかもしれないけど、その時にですよ、その時にこういうの好きだったんだよねって、それどうして好きだったのかなってちょっと考えてみたら、あ、自分もっとこういう能力生かしたいんだとか、こういう方向性探求したいんだとかね、出てくる。でこの時の人間関係良かったね、これだって、あ、もっとこういうチームでやりたいんだとか、こう出てきますよね。でこういうのは好きだ、こういうのは嫌いだっていうのを使いながら、じゃあ未来もっとどうなったらいいんだろうか、何を大切にしてどんなことを実現したらいいのか考えるヒントがあるから未来が出てきますよね。でこれもこの枠組みさえ覚えちゃえば、忘れててもいいんですよ、忘れてたらあのこれをプリントした紙を持ってけばいいわけだから、何も難しいことないでしょ。で、もっと楽ちんしたかったらですよ、あのマリちゃん家に行くと、あのこれと同じテープが床に貼ってあるそうですけれども、あの貼っときゃいいんだもん、貼っといてそこに連れ込んじゃえば、ね、いつでももうリングがあるからプロレスできるみたいな状態ですから、あのでそこまでね、 であれですよ、あの、コバッチってね、今度本出すみたいですけれども、あの卒業生の16期のコーチがいて、でその人は非常に日本国内でも人気のある企業だし、もう業績絶好調の企業の経理部長でずっとやられてますけど、あの彼はコーチングやるようになって部門が変わって、で会社もどんどん影響を与えて、で何やりたいかさ、社内でコーチングのトレーニングやりたいって言って、あのずっとコーチングトレーニング社内でやってるわけです。で、あの会社の会議室に本当にこれぐらいの大きさのこのマップが貼ってあるんですよ、もう常設でずっと貼ってあるので、そういうことできちゃったら、みんな実はコーチングの練習そこでやったりとかもできるし、教えるのもできるし、実際セッションもできるし、でこの枠組みさえあればコーチングできますから、だからぜひ思い出してこれも使ってみてください。簡単だよね、きっかけを聞く、当初どうだったか聞く、業務について聞く、人間関係に聞く、でポイントはプラスマイナス両方聞いてみるってことですよ。で自分がどんなタイプの人間なのか、何をもっと大切にしたいのか、何を避けたいのか聞いてって、現状を理解したら、ほら未来どうなったらいいか分かるじゃないですか。で未来が出てきたら、じゃあこの未来に行くためにどんな行動が取れるかっていうことを考えて少しずつ進んでいく。でこういうパターンを自分のものにしてもらいたいの、何回か練習したらこのパターン分かるし、ね、とにかくこの図だけ覚えるんだ、でもしくはこれですよ、あのこの図だけ覚えるとか、今日のテキストもまた PDF で配布されますから、であのさっきのね、あのスケーリングを使った部下コーチングのシートを何枚か印刷しといて持ち歩いて、2、3回とか3、4回セッションしたら覚えますから。そうしたら何にもなくても紙にバーって自分で書いてやれるようになります。でそういう風にして楽してまずコーチングしてください。なんでか、楽してコーチングしないとですよ、楽してコーチングしないと細かいことの練習ができないんですよ。さっき見てました、皆さんがやってるの。そしたらやっぱり本当の意味でしっかりと相手に共感して聞けてるかって言ったら、やっぱりコーチングのこうプロセスを追っかけたりとか、ね、相手の話聞くのが精一杯になっちゃったりとかってすると、やっぱり本当に共感して聞けてるか、本当に相手よりもねプラス1感じて表現、この間やりましたけど、もっと心を使う、もっと体を使うってやって聞けてるか、やっぱそこが落ちてきちゃうわけです。それはそうですよね。だから僕はコーチングは弾き語りだって言ってるんですけど、あの要は質問するとかね、このプロセス作っていくっていうのの他に、共感したりステート誇張したり、しっかり話聞いて相槌打ったりとか、そしてそこに対してもうちょっと教えてとかって質問していくのとね、要は全体の流れを作っていくのと両方同時に作業していかないといけないわけです。でだから最初のうちは決まったパターンをいくつか覚えて、だからですよ、まだちょっと根拠は教えられてないんですけど、もっと一番便利にやりたいと思ったらライフチャートっていうのをのビデオがありますから、自分で見て、でそうするともうそれもパターン決まってますから、順番が全部で、それをただその順番に乗っかりながら、その中でもっと共感的に聞くとか、でもっとステート誇張するとか、
もっと頭の中で考えてるんじゃなくて今ここにいて話を聞くとかってこう練習していくっていうのをしないといつまでも両方中途半端になっちゃう。聞く力も上がらないし、そして流れを作ったりとか対応する力も上がらないっていうことになりますから、ぜひね今日もまたいいツールを1個手に入れたので何回かやって、でこれのプロセス、このやり方に慣れたらここにもっと共感、相手と同じ目で見よう、相手と同じ耳で聞こう、相手と同じ体で感じようという気持ちでいるし、それをもっと感じてもっと表現しようっていうのを練習する。で、今日さっき質問でね、臨場感作んなくていいんですかとか、臨場感今回いらないんですかって質問があったんだけど、違うんですよ。こういうベースの流れがあったところで、で聞くわけですよね。例えばいつも明るいね、想像してみて、いつも明るいねって言われたら彼女どんな気持ちになるんだろうねって、ここで臨場感ちょっとこう入れてみるわけですよね。でちょっと想像してみて、ね、こういうふうにトライができたらなんか彼女どんな気持ちになるんだろうとか、周りでどんなことが起こるんだろう、ちょっと想像してみてって、こういうところに臨場感入れていくわけです。じゃないとただ思考整理してるだけで終わっちゃうわけですよ。で平本さんのね本で付箋で考えるとうまくいくっていう本があって、まあ、付箋を使ったコーチング術とかコーチングの考え方いっぱい説明してますけど、あれをね作った後に平本さんが言ってくれたすごい重要なことがあって、内輪でね言ってくれた重要なことがあって、それは何かっていうと、付箋使って思考の整理してるだけだったらこれはプロのコーチングとは言えないんだと。そういう思考の整理術はいっぱいありますから。で今日やったところはその流れというかね、流れを確認して見える化してっていうところだから、ここにですよ、しっかりと相手とつながって信頼感作って、で相手と感情を共にしながら誇張していくっていう聞き方だったり、ここに10点満点の状態想像したりとか、どんなコミュニケーションを取ったらどうなるかを想像してもらうような、前回とか前々回とかやった想像してもらう、感じてもらうっていう要素を入れていくと、あ絶対こうしてあげたいとか、あこのやり方だったら絶対間違いないとか、うわこういうやり方するとこんな気分にさせちゃうんだ、これは絶対避けようとかっていうことがちゃんと出てくる。だから行動が変わるということが起こってくるわけです。なのでぜひねステップバイステップで一緒に進んでいくためにも、まずね便利 なんかライフチャート、まだやってませんけどライフチャートだったりとか、それからこのね、スケーリングを使ったコーチングだとか、それからおこの裏だね、はい、よいしょ、現職質問集のこういう枠組みを使ったもうステップが決まってるコーチングをやりながら楽ちんにコーチングして、その分今ここにいてしっかり聞く、相手に共感する、で相手よりも感じて表現する、で相手が言ったことにもっと関心持って、まあ、これからまた説明しますけどいろんな質問していく、こういう要素を入れていくんですよ。そうやって成長していくんだっていう、こうイメージだけ持っといてくださいね。 OK、 じゃあ隣の人とちょっと感想です、どうぞ。